簡単なのにすごい効く。はい、皆さんこんにちは、タートルです。体が冷えるとどうしても縮こまりますよね。縮こまってしまうと腹筋の力が抜けてしまってお腹が出た姿勢になるんです。力を抜くと誰でもお腹が出ると思いますが、お腹をぐーっと引っ込ませるとお腹だいぶ引っ込みますよね。この状態が作れるメニューを今回紹介していきます。お腹が出てない男性、姿勢がいい女性、かっこいいですよね。自信があるように見えますよね。この姿勢を作るポイントとしては、体のラインを保つ脊柱起立筋を鍛える、腹筋を鍛える、この2つがメインになります。もちろん背筋とのバランスも関係していますが、基本的には腹筋の方が弱い場合が多いので、今の2つの筋肉を鍛えていくことで姿勢は早く改善されて、お腹がへこんだ姿勢が作れます。今回はウォームアップ2種類に含めて、初級、中級、上級と脊柱起立筋と腹筋、別々鍛えるメニューになってます。自分のレベルに合ったものを行えば1分で終わります。きつくてできないかもしれない、それは誰でも一緒です。誰でも今のレベルより少し上を目指してしまうので、できなくて当たり前なんです。やることが大切です。それが自信につながって成長につながります。無理せず行ってみてください。今日も一歩前進しましょう。いきなり行ってしまうと腰や首痛める場合があるので、まずはストレッチをします。スマホ見ながら膝を抱えて腰を伸ばしていきましょう。膝をどんどん抱えながらお尻を上げていく感じで腰を伸ばしてください。スマホ見ながらの人はね、顔に落とさないように注意してください。これでまず腰のストレッチをしましょう。はい、 OK です。次はうつ伏せです。腹筋と脊柱起立筋を伸ばしていきます。脇の下に手をついて上体を反らしましょう。このままキープです。ちょっと腰に違和感がある人はね、体をちょっと揺らして力を抜くようにね、してみてください。息をしっかり吐きながらお腹をね、ぐーっと持ち上げてみてください。次は初級編のプランクです。 OK です。次は足肩幅、肩の下に肘、体を持ち上げて5秒ぐらいで降ります。ずっとキープは辛いと思うんで、休みながらやってください。あまり無理するとね、腰が痛くなるんで、しっかり腰を丸めてお腹引っ込めて、辛くなる手前で降りてください。これがまずは初級編です。はい、 OK。次は中級編です。できない人はね、待っててください。体を持ち上げたままでキープ。この時に腰が反れないように腰をしっかり丸めて腹筋使ってキープです。もしできない人はね、さっきの初級編みたいに休みながらやってください。3種目やった後に腹筋メニューに入ります。OK です。最後は上級編。手をできるだけ前に伸ばしてつま先を立ててプランクです。これでキープ。これはちょっとね、きついと思いますが、肘と足がね、滑るかもしれませんが、滑らないようにキープ。腰が痛い人は無理しないでください。頑張って。喋る余裕がない。
け。うわ、効いた。次は初級編の腹筋です。足を少し前に出して、これでキープ。腰がね、浮くか浮かないかなぐらいの位置まで足を前に出して、腰が隙間ができない位置でキープ。これだけでも結構腹筋使いますからね。腰に隙間ができそうなら足を少し戻します。OK。 中級編は上体を少し起こして、腰を隙間ができないように埋めて、足を同じように出して、これでキープ。足はね、楽にしてください。足の力を抜いた方が腹筋に効きます。スマホを見ながら楽にやっていきましょう。OK。 よっしゃ、次がラストです。上級編、今の状態で揺れます。さあ、気合い入れて最後揺れることで縮めてる腹筋が出るときに伸ばされるんで、腹筋ローラーみたいなね、腹筋の使い方ができます。うわー、きつい。これは効く。うおー、いやー、いって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 。お疲れ様でした。いや、最後までできた人結構すごいですよ。おめでとうございます。そしてね、全部できなかった人も多いと思います。自分のレベルに合った分だけでも全然いいので、お腹のへこんだ姿勢を作りたいよ、寒い時に体が縮こまるよっていう人は、これを何度も見ながらやってください。頑張ってやったよって方、ボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。